皆様、こんにちは。通信でも挫折しない診断士学習法ということで、ガイダンス講義を始めさせていただきたいと思います。担当はレクセニコシ中小企業診断士の黒川です。ではですね、通信デモってことで、通信講座ですね。地方の方で、なかなかこう、通学で首都圏に来ることは難しいと。東京なり、大阪、梅田なりといったところで、なかなか、ちょっと距離も遠いしっていう方は、どうしてもこう通信講座という形になってしまうと。で、通信講座だとですね、私もこう通信向けのですね、なんですかね、収録講師を結構やらさせてもらっていますので、いろんなこう通信の方との交流というか、いろんなお声も聞くんですけど、やっぱり通信って、モチベーションですよね。モチベーションの部分がやっぱりこう辛くて、で、挫折しないってなってます。挫折しやすいんですよ。で、特に通学の方と比較すると、もう本当に圧倒的に挫折しやすい傾向にあってですね、なかなかスケジュール通りに進められなかったりだとか、で、理解がなんか追っつきにくいと。で、気軽に講師に相談できなかったりとか、で、受験仲間っていうのも、なんかこう、やっぱり作りにくい環境になったりとか、ちょっと不利なんですよね。っていうところは確かにあると思います。なので、それだとしてもですね、それでも負けない、もうしょうがないですね。その事実はもうしょうがないというところがありますんで、それでもちゃんと、受かる受からないっていうところには、やっぱりこう、しっかり食い込んでですね、環境に負けずにですね、しっかりと勉強してですね、で、ちゃんと合格をもぎ取っていくというために、そのためにじゃあどうすればいいかといったところのお話をさせていただきたいなというふうに思います。ということで、この挫折しない診断士勉強法ということで、主には、これから、通信の講座を申し込んでちょっと始めてみようかなって思ってる方が、中心かなというふうに思いますけども、ちょっと30分ほどですね、お時間をいただいて、で、ちょっとお伝えをさせていただきたいというふうに思います。じゃあですね、まずその目次というか、じゃあ何を語るかっていうところなんですけど、まず試験制度ですね。試験を理解する、で、効率を求めると。で、モチベーションを高め、診断士を取って、で、変わる人生と。ちょっと見にくいですね。変わる人生って形で、で、じゃあ取った後どうするのかとかっていうお話をしていくという流れになっておりまして、だんだんこの流れで進めさせていただきたいと思いますと。で、まずですね、その診断試験を理解するってことで、で、よりこう、通信が辛い。で、日照簿記検定2級とかであれば、通信でやっていけると思うんですけど、診断試験だとですね、その1000時間程度かかるとかっていう、よく言われておりまして、これも人によりけりで、多少の前後はありますがと。で、大体合格までに必要な勉強量ということで、1000時間ぐらいの勉強量が必要だと。で、1000時間ってめちゃくちゃ多いんですよ。で、なので、その1000時間をこう高いモチベーションでですね、保ち続けるために、通信だとやっぱり辛いというところは確かにあると思います。で、これを1000時間かかるっていうところを、もっとかもう効率的にやっぱ圧縮していかないとですね、なかなかこう1000時間きっちりモチベーション高い状態で保ち続けるのは、なかなかやっぱり難しいですね。難しいのは確かにあると思いますので、そういうような状態だと、難しい試験であるというところは確かにあります。で、幅広い知識が必要とされるということで、科目数も多いんですよね。7科目あって、で、さらにですね、で、二次試験までありますんで、一次試験7科目プラス二次試験ということで、筆記、なんですかね、マークシートのこう選択式問題ですね、がまずあって、で、これは知識ですね、知識問題で、それに受かるとこの二次試験に進んで、二次試験が今度論述試験になってくるという形で、幅広く、かつこう、なんですかね、ロジカルシンキングだとか、文章力だとか、そういうのも要求されるというような形で、しっかりインプットできていて、アウトプットまでできないと受からないという試験になっているという形です。なので、なかなかこう難しい試験にはなってくると。で、しかもですね、で、二次試験、1日5時間半もかかると、試験自体だよね。試験、本試験そのものの時間が、それぐらい。二次はもう1日でバーッと一気に終わらせますし、で、一次試験に関しては2日間で、土日で2日間連続でですね、朝から夕方までという形でやっていくと。で、なかなか結構多いんですよね。で、結構やっぱり集中力も必要ですし、で、その中でそんだけ頑張ったのに合格率は低いというところで、
なストレートはってことね。ストレートで受かろうとすると結構かなりシビアな戦いになってきますと。なんで結構ですね、ここに向かっていくためにはなかなか難しいと。で、そうするとですね、だんだんなんかこうネガティブな気持ちになってくるんですね。試験に受かっても活用できないのよというような感じで、まあ実際活用すごくできるというか、まあその人次第っていうのもこれもそうなんですけどね。で、ですし、でさらにこう孤独。通信の場合特にやっぱり仲間を作る環境がですね、なかなか難しかったりするんで、結構孤独に戦ってる方がやっぱり多いという感じですよね。まあ最近だと SNS が結構流通してるんで、 SNS 上でこうつながりを持ってですね、まあどうしてるみたいな情報交換してる人が多いような感じなんですけども、まあそれでもやっぱり孤独ですよね。なかなか難しいというところはあります。なんでまあこういった状況なので、難しい試験に対して通信でどうやって立ち向かうのかというところがすごくやっぱポイントになってくると、まあいう形ですと。で、こんな状況なんですけど、実際じゃあちょっと合格者ですね。合格者を見てみると、まあ中にはっていうことで、まあ500時間、半分ですよね。半分で受かる人がいると。これは事実なんですよ。事実いますと。で、いるっていうのもその少数じゃなくて結構いるんですよ。結構いるんですね。結構いて、で、割と多くの方が少ない時間で受かってると。で、これはまあ、レックでもかなり推奨してるんですけども、なるべく必要最小労力で受かれと。で、もう徹底効率です。もう、テキストも端から端までやるんじゃなくて、で、出るところをやりゃいいと。出るところだけに絞り込んで、まあ、勉強していくって形で、かなりメリハリつけてですね、出るところは手厚く、出ないところはもうやんない。ぐらいの感じでやれば、かなり時間、短縮できますし、しかも、効果が高いんですよね。なので、まあ、そういったやり方をしていく、まあ、効率的な学習方法ですよね。まあ、それをこう実現していくと。で、さらに短い時間で、まあ、やりきれればですね、そのなんかモチベーションも保ちやすいですし、まあ、受かりやすさっていうのは圧倒的に出てきます。で、ほとんど社会人ですね。で、まあ、働きながら受かってる人がほとんどですので、まあ、これはもう 98% ぐらい社会人の方になります。で、まあ、忙しい状況で学習、まあ、合格までこぎつけてると。で、もう本当に通勤時間とか、電車の中でとかっていう勉強が、まあ、メインだったとしても、それでもちゃんと、まあ、合格に、ちゃんとなってると。で、しかも、まあ、文系だろうが理系だろうがというところで、結構その、関係ないですよね。理系だからといって、まあ、その、結構、まあ、経営学っていうと文系っぽく見えますけど、特に関係ないですと。で、まあ結構数学的な知識も使えますし、逆に文系だったとしても、数字ばっかりじゃないですんで、結構バランス良くなんですね。まあ定性と定量っていう言葉があると思うんですけど、まあ定性の数字では語れない部分の観点と定量って、まあ数字で語るべき観点っていうので、この経営もその両面で見るんですね。定性と定量度。で、それをバランスよくやっていくのが中小企業診断士というような形になってくるんで、結構その数字面、数字じゃない面っていうので、まあバランスを取っていくと。まあそんな試験なんですよね。まあそれができれば、ちゃんと受かれますしと。で、その下6割。で、6割合格っていうのが、1次試験も2次試験も6割なんですよね。しかも平均6割なんですよ。全科目の平均6割が合格ラインっていうことになりますので、平均点でいいですね。なんで、まあ、得意、まあ、不得意と。には、まあ、出ると思います。出ると思いますけど、得意科目でしっかりカバーして、不得意が不得意すぎなければ、平均6割持ってくるのは容易ですので、うまく得点、こう、計画を立ててですね、まあ、全体が6割になるように調整して受ければいいと。なんで、どうしても苦手ですと。で、そこにすごい時間かかるんですって、あれば、まあ、そこはある程度でよくて、得意科目を伸ばせばいい。かもしれないですし、まあ、その辺はまあ個人差いろいろありますんで、まあ、個人ですね、ちょっと相談しながらってことにもなりますけども、まあ、とにかく100点目指す試験ではないですというところが、まあ、やっぱ大きな違いですよね。まあ、マニアックな問題は特に難問と言われるマニアック問題はとにかく捨てると。あんまり気にしないで。で、とにかく重要論点に絞り込んで効率的に勉強するっていうのがもうとにかく大事になりますんで、6割でいいんだっていう意識ですね。それが大事になってきます。で、
独立する人ということで、まあ、回答者 41% が独立しているとありますけれども、まあ、実態はもうちょっと少ないと思いますね。実態はもうちょっと少ないんですけども、まあ、結構独立して夢のある、なんですかね、資格でもあるということで、特に地方ですよね。地方こそ、まだまだ全然競争がですね、ないというか、すごくいいと思います。地方で独立する。で、地方企業の、まあ、地方創生とかも騒がれてますし、地方の、商工会議所とか、結構、なんですかね、まあ、値段も、セミナーの講演料とかの値段も結構高かったりもするんですね。要は、喋る方の報酬ですね。報酬が高かったりとか、で、割とこう、地方の方が、こう、まあ、顔の見える関係性の中進めることができてとか、でそうなってくるとですね、やっぱりこう、まあ、すごくこう、顧問契約が取りやすくなったりとか、まあ、そういうのもありますし、ですごくこう、地方のいいところって結構あるんですよね。なので、まあ、独立して、さらにこう、成功させていくというところで、まあ、いろんなこう人脈も広がっていきやすいですし、でそこでですね、やりやすいかなっていうふうに思います。で、逆に都内も、都内で、まあ、爆発力はあるんですけども、結構ビジネスライクな取引が多いですんで、まあ、そこが馴染めないっていう場合もあるんですよね。なので、まあ、必ずしもとの診断士の独立のフィールドは都内っていうふうには全然ないですね。どっちかというと地方のがいいと思いますんで、まあ、私は都内で一応やってるんですけど、まあ、横浜中心に横浜と、まあ、東京っていう形でやってますけども、まあやっぱり競争が激しいですよね。で、まあ、診断士同士で競争することはあんまないですけど、他の、コンサル会社ですね。に、入札が行きましたとか、やっぱそっちに頼むことにしましたとかっていうケースは、まあ、多々あるかなっていうところです。なので、そこの、まあ、磨きっていうところで、まあ、その、なんですかね、こう強みをちゃんと尖らしてとか、まあ、いろいろこう、マーケティングを考えてとか、営業活動しなきゃいけなかったりとか、まあ、いろいろやんなきゃいけないことは、まあ、多くなってきたりもするんで、まあ、その分、東京は厳しい分、まあ、成功してうまくいけば、まあ、でかいと、バックはでかいというのはあります。まあ、なんで、まあ、いろいろ、メリット、デメリットはあると思いますけども、まあ、そんな形で、まあ、独立後というか、まあ、受かった後の、なんかこう、いろんな可能性っていうのもすごくいっぱいありますので、まあ、その辺も、まあ、思い描きながらですね、それを、まあ、モチベーションの糧としながらもやってみていただいてもいいかなというふうに思います。まあ、こんな感じで、まあ、その合格の姿っていうところで、あるんですけども、まあ、とにかくですね、その勉強の中でっていうふうに考えると、ちょっとここなんですよね。で、特にやっぱりこう短い期間で受かるっていうのが、まあ、とにかくもう絶対条件だと思います。これがもう本当に、コツです。で、長くかかっちゃう方もいらっしゃいますけど、やっぱり短く受かって、まあ、早々にもう、診断士になると。で、なってから足りない知識を勉強し直せばいいんで、なんですかね、受かるまでっていうのが、もうとにかく大事なんですよね。早く受かるってことが。で、ちょっと特徴を見ますというふうになると、効率の良い学習法ってことで、とにかく効率なんですよ。受かる資格勉強、受験っていうのは、とにかく効率学習。で、端から端までテキストはやんないでくださいというところですね。で、テキストの論点でもやっぱ出やすいところ、出にくいところは絶対ありますと。で、まあ当然レックのテキストとか、その受験校が出しているテキストはもうそもそも絞られてますと。出るところに絞られているんですけども、それでもまだやっぱりあるんですよ。で、なので端から端まで丹念にやったとしても、ほとんど出なかったと。出なかったら無駄なんですね。実務で使うかもしれないと。で、それはもう二の次なんですよ。で、試験に出るか出ないから、もうとにかく試験に受かることだけを考えて勉強してほしいですね。で、受かった後に必要な、またこう診断士としてのなんか必要な知識は後で補充すればいいですんで、とにかく受かるためだけの勉強するというのが一番の近道です。で、出るところはやって、出ないところはやらない。で、しかも出るところは出方がありますんで、出るパターン。それは解けるようになる。問題が解けるようになるための覚え方をするというのが大事です。なので過去問、過去の本試験問題をしっかり見て、この問題が解けるためにはどういう覚え方をすればいいのかを徹底追求すると。
で、それでやっていくって感じですね。なので常に過去問見てください。過去問を先に見ていただいて、あ、こういう問題でこういうふうな出方をされるんだと。で、こういう知識が聞かれるんだと。で、こう、まあ、こういう判断力が必要なんだというふうに認識していただくと。で、そこからスタートですね。で、それをもってなるべく必要最小労力で受かるためにどうすればいいかを とにかく徹底的に常に考えると。まあ、めんどくさがりな性格の人の方がどっちかというと向いてるかもしれないですね。で、真面目に やりすぎちゃうと、ちょっとまあ非効率になる可能性があるので、すごく真面目な方はちょっと注意ですね。逆に要注意です。なるべく割り切った方がいいです。割り切っていただいて、出ないところはもうやんないというぐらい。まあ、それぐらいのスタンスでやった方がいいかなというところですね。で、なので、時間効率の悪い、なんですかね、やり方っていうのはなるべくやめた方がいいかなと。で、私の経験談で言うと、例えば単語帳ですね。暗記。暗記は、効率が悪いですよ。で、単語帳とか作っちゃうのも無駄ですので、単語帳を作って勉強しようとしてるんであれば、その単語帳を捨てた方がいいですね。で、なるべく、その、要は一次試験なんか特に、そのマークシートで選択式なんで、暗記してる必要ゼロなんですよ。で、選べればいいんですね、選択肢を。判断力なんですよ。必要なのは暗記力じゃなくて、判断力ですので、判断ができればいいですね。これは正しいことを言ってんのか、それとも間違ってることを言ってんのかっていうのを、ちゃんと根拠が分かった上で判断できればいいですというところが重要なんです。なんで、論点を理解してればいいんですね。覚えてなくていいんです。理解できてればいいんです。で、その理解した力で判断するということができれば問題は解けるんですね。で、これだけでいいんですよ。で、これを積み重ねていけばよくて、なんで、まあよく結構、割とよく耳にするのが、例えば年をいってる方はなんかこうだんだんとこう年とともにですね、その記憶力が落ちてきちゃってみたいな、まあ、言い訳をする方がいるんですね。で、そういう方は多いんですけど、まあ、記憶力関係ないですからね。この試験において別に記憶していることと試験で得点するというのは全く関係ないですので、理解をすることが大事ですね。なるべく理解をして、必要最低限とか絞り込んで理解をして受けに行けば、まあ、きっとちゃんと取れますんで、まあ、それをですね、各科目徹底的にやってくださいと。で、単語帳はやんない、作んない。で、あとノート作りとかもしない。余計なことはもうとにかく時間かかる。で、時間がかかって効果の薄いことはやらないってことですね。です。まあ、それをちょっと徹底的にですね、追求していただいて、で、なるべく短い時間で受かる、まあ、そのための学習方法を見出していただきたいなというふうに思います。で、モチベーションですね。で、モチベーションはもうとにかく受かった後どういう自分になりたいのかっていうところで、もう何のためにこの試験を受けんだっていうところを自分自身が徹底理解ですねをしておくっていうのは大事です。もう言い聞かせる。で、あとはもう人を使う。で、もう周りに言っちゃうと。もう自分は中小企業進出受かるんだ。で、この年で受かりますんで、まあ来年受かるんで、まあじゃあその受かった暁にはまあこういうポジションにしてくださいねとかっていうふうに言っとくとか、もう言っちゃったからにはもう受かる以外にもう選択肢はないですっていうぐらいの、もうプレッシャーをかけちゃうような感じでもいいと思います。なんで、それぐらいやってですね、とにかくモチベーションをこう保ち続ける工夫が大事ですね。診断士の受験仲間が作りにくいんであれば、もう関係なく診断士を受けるとか関係なくですね、そういう人たちに診断士を自分は受けるんだからみたいなことを語ればいいんですね。まあ私も結構その当時学生の時にこう勉強を始めたんで、学生で勉強してる人いないんですよ。なんで周りがみんな遊んでる中ですね、自分一人こう勉強してとかっていうふうにやってたんですけど、自分はもう勉強するんだと、それが一筋、この大学生活の中でですね、まあ、一応サークルにも入ってましたけど、まあ、その中でもやっぱこう勉強する時間っていうのを大切にしたいんだというのを意思表示してですね、もう周りを巻き込んでいくわけですね。そうすると中には実は勉強したかったんだっていう人も現れたりだとかするんですよ。そこに触発されて、なんか自分のこう流れに引き込んでいくぐらいの。そうするとですね、どんどん周りが引き込まれてきて、で、逆にそれが自分の、自分が周りに与えてしまった影響の責任っていうのがありますんで、で、自分がこう夢を語ってるその責任っていうのもありますと。なんで、それをまあ果たさなきゃいけないですよね。なので、まずは自分自身がまず受かると。で、周りの、自分が受かったら今度は周りの支援をすると。で、これがまあ、大事ですよね。なんかそういうふうな形でこう循環していけばいいのかなというふうに思いますので、まあ
必ずしもですね、別に地方で、診断士勉強してる人が周りにいないからといって、別にそれは関係ないですよ。関係ないですんで、もうとにかく強い気持ちでですね、立ち向かっていってほしいなというふうに思っております。ということで、まあやっぱりこのモチベーション、気持ちの部分がやっぱ土台に乗って、で、その上に乗っかってくるのがやっぱり、学習方法ですよね、やり方でっていうことになりますんで、まあ、気持ちが崩れたら全部ボーンと落ちちゃいますんで、まあ、気持ちは土台で常にここを保ち続けるというための環境づくりからまずはしていってほしいなというところですね。環境、これはもう皆さんご自身じゃないと作れませんので、環境づくりをしていっていただいて、で周りを巻き込んで、もう自分は頑張るんだと、合格に向かっていくんだというところをですね、もう、必死に熱く語るというところが大事だと思います。で、その上で、まあ、早く受かるという効率の良い学習っていうのをこう進めていくというところで、で、効率の良いっていうのは、じゃあどういうふうにしてやっていくのかっていうので、まあ、まあ、いろんなやり方はありますというところなんですけども、例えば取り組む順番。順番ということで、まあ、なんですかね、まあ、例えば順番を決めないみたいなやつもそうですよね。とか、効率のいいやり方で、とにかく重要度の高い、よく出るやつです。試験によく出るやつから優先的に学習していくっていうのが、まあ、効率的なやり方なんですね。なので、まあ、レックの教材とかも、その本試験の問題とかも、正答率とか、で、解説とかに、まあ、重要度 ABC とか、そういうランク付けとかしてあるんで、重要度の高いやつ、正答率の高いやつ、まあ、そういうのから順番にやっていくというのも手ですよね。なんで、とにかく出るやつから優先度つけてやっていくと。で、そういうのを区別せずにやっちゃうっていうのはあんまり良くないですね。で、過去問を最初に見てください。過去問を見てから取り組むという順番ですよね。で、そこがすごく大事です。で、解ける実感っていうことで、で、なんですかね、こう、ちゃんと解ける。たまたま正解したんじゃなくて、根拠を持って正解した。でたまたまっていうのは、なんかやっぱりちょっとおかしいんですよ。正解したとしても、それはしっかり復習し直さなきゃいけないと。で、なんでここがこういうふうに間違ってんのかっていう、なぜっていうところをちゃんと追求した方がいいですね。で、必要なのは判断力ですので、なんでこれが不適切な表現なのか、なぜ正解なのか、適切な表現なのかっていうのはちゃんと追求していかないとですね。理解してから次に進まないと、やっぱりこう実感を持ちながらですね、やっぱり進めなければ、別の問題が出た時、ちょっとひねられたとか応用論点出された時に対応できないですよね。なので、そういったところでしっかり対応できるようになるためのやっぱり実感ですね、根拠、判断力ですね、まあ、そこをちゃんと持ちながらやっていくと。で、無駄な時間、とにかく徹底的になくすってことですね。で、1日の中でってことですね。一日の中の無駄な時間をもうなくす。徹底的にやっぱり一日のタイムスケジュールをもう書いた方がいいですね。一回書いてみて。私も一回やりましたね。書いて。ね、一週間。書いて。どういうふうに自分が過ごしてるのかと。もう無駄な時間めちゃくちゃいっぱいありますからね。なのでそれを徹底的に全部勉強に当て直すというようなことをしてですね。まあ、こんだけなんか人っていうのは無駄な時間を過ごしてんだなっていうのはよくわかると思います。忙しい忙しいと言いながらも本当に忙しいのかと。で、その時間こうなんか妙な空き時間とか妙な待ち時間とかあったりすると、移動時間とかね、とか寝る前のよくわかんないテレビを見てる時間とかぼーっとしてる時間とか絶対あるんですよ。あるんで、そういうのをこう徹底的にもう全部勉強に変えていくというところで、まあそれによって人が死ぬってことはないですからね。なので無駄な時間をこう有効な時間に切り替えるというところで、まあ、逆に生き生きしますんで、ぜひ、まあ、疲労はたまらないです。それによって疲労がたまるとかっていうことはないですんで、生き生きしますんで、まあ、そういうふうに変えていくと。で、モチベーションはまあ必ずそれによって上がりますと。上がっていって、結果、受かる。しかも楽しい。楽しく受かる。で、勉強自体もすごい楽しくなると思います。あ、この勉強すると、あ、こういう知識が身について、なんか、目線が変わったなと。で、なんか物の見方とか、お店に入った時のなんかこう、感覚が変わる。ちょっと結構コンサルしちゃう。何気なしに入った飲食店で、このお店の売り上げを上げるためには、じゃあどうすればいいのかなって、ちょっと考えてみるとか。で、それ面白いんですよね。試験で勉強した内容がそのままなんかこう、活かせてくるというところで、今まで味わったことのない、なんかこう、世界の見方っていうのがもう出来上がってくるっていう感じがしますんで、すごくこう、
まあ合格までの道のりが楽しくなるって感じですね。もちろん受かった後も楽しいですけど、まあぜひ楽しみながら勉強してほしいなという感じです。ということで、まあ、しっかりですね、確実に前に進むっていう やり方をしていってほしいというのが、まあこれが効率的な学習なんですよね。でそれをまあ一応まあレックではって形で、まあ、あのベーシック、ステップアップ、アドバンスって形で、こうまあ、ステップアップ方式で学習をしていく、まあ、段階的なこう学習プランをまあ用意していますので、まあ、無理なく効率的にって言われても、じゃあどうなんかその難しいこと、いきなりは自分だけでできないと。なんでその辺をこう無理なくこうご提供していくという形で、まあ、そういうなんですかね、まあ受験慣れしてない方でも、あの資格慣れしてない方でも、あの全然ですね、本当にもう初めてで初学 で自分大丈夫かなとかって思ってるような方でも、その無理なくですね、あの進んでいけるようにちゃんとあの安心プランでですね、まあ用意してますよっていうところは一つありますと。でいう感じでですね、まあ当然その過去問をまあ意識するんですよとかっていう話もこのベーシックの中でもしますし、でさらに意識した上で、じゃあどういうふうに ここはこの論点どういうふうな仕組みになってるのかっていうのを、まあ優しく丁寧にまあ説明をちゃんとしますんで、まあご安心くださいと。で優しいだけじゃなく、もっとちゃんと受かるために必要なこうエッセンスをボンボン盛り込んでいくというので、どんどんこうステップアップ、段階アップしていきますんで、あのまあ本当に初心者からこう上級者までっていう形で、あの無理なくですね、あのやっていけるような仕組みにはなっているということで、まあこういう段階アプローチですねを取り入れさせていただいていると。で当然まあ自信のある方は、まあベーシックはもう独学でやるんだと、でステップアップとアドバンスの部分だけを、まあ、自分は取り込むんだっていうような感じで、あの部分部分で拾っていくっていう受講の仕方もありですし、まあ何でもありなんですね。カスタマイズはあのいろいろできますんで、まあそこはいろいろですね、ご相談いただいてというふうになります。まあその辺の個別相談には、まあ、乗りますので、まあそんな感じでですね、いろいろ無理なく進められるようにはなっておりますと。まあ、柔軟ですよね。柔軟に進められると。でかつそのモチベーションを高める仕組みっていうので、まあいろいろですね、まあ講師としても日々のこの講義の中でもどんどんいろんなことをお伝えしていきますし、まあなんですかね、まあ講義テキストの内容を語るだけじゃなくて、もう普段の日常で診断士としてこういうふうに仕事してますねみたいなちょっとした雑談もやっぱ挟みますし、まあそういったところからですね、まあモチベーションをこうなりたいっていう姿をこう作っていただいて、あこの講師だとこうなんだとか、いろいろ、まあ、科目ごとに講師が変わったりもしますんで、まあ、いろんなタイプの講師の話を聞いてみてですね、で、ああ、こういうような姿があるんだなとか、まあ、そういうのをちょっと自分なりに当てはめていただいて、で、考えてみると。で、もしくは、その、なんですかね、まあ、いろんな、まあ、仲間ができればですね、まあ、そういう人の話を聞いたりとかっていうのもあるでしょうし、まあ、いずれにしても、こう、なりたい姿を連想するっていうのは大事ですね。でもこう今のままでいるってことが一番危機なんですよね。危険な状態なんですよ。でこのままでいいんだと、現状維持でいいんだっていうのは、現状維持イコール衰退なんですよ。維持っていうのは衰退ですからね。なのでもうとにかくこう常に時代は変化しますんで、そこに乗っかって上がっていかなきゃいけないですね。なのでそこ常にその時代とともに自分自身がそう成長しなければいけないという中で、時代以上のこう成長力を身につけるっていう、まあ、一つのですね、まあ、自己実現の姿というか、まあ、そういうのをこの資格試験にぶつけていっていただきたいなと。そうするとモチベーションはおのずと上がっていくという感じですよね。で、まあ、その願望をまあ高めるということで、まあ、自己実現の意欲をですね、やっぱこうどんどん高めていくっていうのがやっぱ大事ですよね。でまあ、いろんな面でありますんで、まあ、仕事ですね、仕事面の充実っていうのはあると思います。でもちろんその収入も当然充実しますし、でもし独立開業とかすればですね、まあ、サラリーマンの給料は、まあ、あっという間に超えていきますんで、報酬面もそうですし、まあ、お金の部分は充実するでしょうと。であと仕事内容ですよね。仕事内容そのものも、すごくやっぱ感謝される仕事なので、もうプラスを作り出していくんですね。なので仕事そのものがすごい楽しいですし、しかも褒められる、で感謝される、で感謝されるってなかなかないですからね、仕事で。でそれがもう本当にお客さんに直球で感謝されてくると
いうところもあって、すごくやりがいを感じる仕事しかないですねっていう感じなんで、まあ本当に楽しいというか、診断士の仕事ってすごく素晴らしいものですよねになりますので、そこになるんだと。でやりがいのあるやっぱ仕事をしたいなとかっていうのは、やっぱその願望ですよね、どん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 高めていただいてですね、こうもうどんどん理想を叶えると。でなんで現状からの脱却っていうような感じでですね、やっていってほしいなというふうに思います。まあ人生は本当に変わりますんで、でまあ診断士のない状態、まあ大きく違うのはやっぱ仕事だと思いますね。仕事そのものがなんかこうなんていうんですかね、こうまあ給料をもらってで趣味に生きるとか、給料をもらってで家族のために捧げると か、それが人生になっちゃってる人っていうのがすごく多いですね。でサラリーマンの方特に。でそういう人って、まあ、飲み会とかに行っても仕事の愚痴ばっかりしか出てこないんですよ。で診断士同士で飲み会行ったらもう将来の話しかしないですね。自分はこの事業をやってるんだと、で新しくこの事業を始めて、でこういうふうにしていきたいとか、でこのお客さんをこういうふうに支援してるんだけど、こういうふうにちょっとしてあげたいんだけどどうかなとか、もう前向きな話しかしないですね。で診断士同士の飲み会で愚痴が出てきたことなんで一度もないですね。それぐらいやっぱりこう仕事へのこうなんか熱意みたいなのがやっぱり変わるっていうようなことはあると思います。でそれは別に独立してる人してない人限らずですね、本当にもうそういう感じです。なんでやっぱりこう仕事に取り組む姿勢っていうのがもうガラッと変わるんじゃないかなっていうところです。でそれはまあやっぱ難しい試験を乗り越えてきたっていう、まあ一つの自信もあるでしょうし、でそれを受けてのやっぱ周りからの評価っていうのも自分が認められてるんだっていうような形になって、で本当にそういうちゃんと責任のある仕事を任せられるとか、で独立してそういう仕事が取ってこれるようになったとか、やっぱそういうなんか実感が絶対出てくるんでしょうね。でなのでそこを持ってですね、やっぱりこうもっともっとプラスにっていう形で、もう本当にもう前向きな気持ちでですね取り組んでいけるっていうのはあると思います。で人生がすごく変わるっていうのはあります。で私はまさにそうです。本当に人生変わったなって気がしますし、診断士持ってない人生っていうのは もはやもう考えられない。で私も診断士取ってからもう12年ぐらい経ってますんで、もう12年間ぐらいこう中小企業診断士として活動してるんで、まあないその持ってない時がどういう感じだったかってもう忘れかけてるぐらいなんですけども、やっぱ診断士がないとですね、やっぱこうなんか刀を失ったなんか侍のような、まあ、そんな気分ですよねになります。なんでそのまあ刀を持ってるからこそ、一つの武器を持ってるからこそ、まあなんですかね、こう切れるというか、まあこの切れ味のある人生、まあ、それを作り上げていけるんじゃないかなっていうところはあります。まあ、そこにですね、やりがいとかで楽しさだとか充実感だとかで幸せだとか、まあ、そういったものをこう感じることができるというような形でですね、この、まあ、一つのただ単なる一つの資格なんですけども、まあ、大きくやっぱり人生を変えるものではあるかなというふうに思います。なので、すごくですね、まあ仕事っていう面ではですね、まあ、すごくいいと思います。ちょっとそこの仕事に悩んでるんであればやっぱりここの一つでですね、ちょっと変えてみるっていうのはありかなというふうに思います。まあ結構ですね、精神的に結構辛いとか、まあ本当に今精神的な病に陥ってしまう方も結構やっぱこの現代だとやっぱ多いですんで、まあそれってやっぱりなんですかね、やっぱりやらされてるんですよね、仕事とかでも。でどうしてもこう逃げられない状況で、なんかもう やむを得なしにこう自分が殻に閉じこもってしまうと。でそれってもったいないですんで、まあ、もっとこうどんどんですね、こうあるべきだみたいな形でやっぱこう自信を取り戻していただいて、で、まあ、資格を取ってですね、一つですね、もう自分の人生切り開いていっていただきたいなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、まずは勉強ですね、資格勉強まずは受かってそこを頑張っていただいて、でそこの支援はもうレックとしてちゃんとやりますと。で受かった後の人生ですね、でそこはもう本当にもう無限大の可能性をですね、ぜひいろいろ想像していただいてですね、まあ楽しんでいただきたいなというふうに思います。ということで、まあこんな感じですね、まあいろんな仕事内容、モチベーション、スキルが変わりますということで、まあいろいろ
ありますんで、さらに充実していきますということはもう間違いなくあると思いますと。ということで、まあ、モチベーションと、レックの、まあ、支援体制、カリキュラムということで、まあ、それによって、まあ、合格を勝ち取っていっていただきたいというふうに思いますので、まあ、通信の方でもね、無理なくちゃんと、モチベーションを保ち続けることができるでしょうし、でちゃんと通信の方でも無理なく学習できる。でそういった効率的なカリキュラムを組んでますんで、まあ、ぜひですね、まあ、通信の環境っていうのを、まあ、不利と思わずですね、不利と思わず、それでも合格はできるんだと。でそれによって人生が切り開かれるんだというところですね。まあ、多くの方がそうやって、まあ、過去に通信で受かってる方いっぱいいますんで、やってきてますんで、そういった方も、まあ、その、なんですかね、に続くようにですね、続けられるようにぜひ皆さんもですね、まあ挑戦してみていただきたいなというふうに思います。ではですね、まあ今回この通信デモということで、まあ、挫折しない診断士の学習法ということでお伝えをさせていただきましたが、まあぜひですね、診断試験ですね、ちょっと受けようかなって迷ってるであれば、まあ迷ってんだったらやった方がいいなというふうに思いますんで、まあぜひですね、早めに、もうやるなら早い方がいいです。で早めに始めていただいて、で早めに受かると、で早めにもう人生切り替えていただくというような感じでですね、ぜひ考えてみていただければというふうに思います。では、以上です。ではどうもお疲れ様でした。